で、次ジグソーですね。曲線や、なんかこう板を切ったりっていう時のものですね。まあ、丸ノコに比べて安全性も大怪我につながらない、安全に切れるような形の道具になります。で、このプリメロに関してはまず六角、レンチですねがついてます。であと刃が、3本ですね。おそらく縦切り横切りあと鉄鋼用みたいな形になってるんだと思います。じゃあ実際にちょっと刃を取り付けようと思います。でこれここがですね共通型といって、ボルトで締めるような形になってます。じゃあまずこれを差し込んで、でこの付属している六角レンチで回していきます。で安全のためにしっかり止めてください。はいはい、じゃあちょっと一回これで、スイッチを押してみましょう。結構高速で回りますね。ソフトに押すとゆっくり回ってくれる、変速型みたいなものもあるんですけども、これに関してはスイッチがつながったらもう一定のスピードで回るような形になってます。音は結構うるさいですね。はい、こういう形で結構振動も伝わってきます。まあ物自体が小さいので、だから何と言うんでしょう、その分振動が伝わってくるのかなという形です。でもすごい軽い、すごい印象を受けますね。はい、じゃあ実際に、SPF 材をカットしてみます。ではですね、今切った断面なんですけれども、まあ、こういう形で、まあ、黄色い刃がついているので、ちょっと黄色い跡がついているんですけれども、これ、まあそうですね、結構、まあ、バリは出ますね。ちょっとあんまり切れないのかなというようなイメージです。ただ共通型なので、他のホームセンターなどに売られている、ボルトで締めるタイプのもので、刃を変えたら、まあ切れ味も良くなるのかなというふうに印象を受けました。はい、やっぱりまあでも振動はかなり多いですね。